面積を求めましょう。図をご覧ください。扇形の中に円 O1、O2 が接しています。2つの円も接しているということで、水色の部分の面積を求めるんですけれど、方針としては、まずは3つの面積を求めます。そして扇形の面積から2つの円の面積を引き算した残りの部分が青い部分というふうに捉えるといいでしょう。ではまず扇形の面積から求めます。中心角が60度、半径が9ということで、半径9の円の面積の6分の1、6分の1っていうのは360分の60で出てきます。これを計算していくと、約分できるところすべてしまして、2分の 27π となります。次に円 O1、O2 の面積を求めるために半径を求めます。補助線を引きます。このように引きまして、 O1、O2 と接点を結びます。そうするとここの部分が90度になります。この時2つの三角形合同になります。なぜかというと、直角三角形で OO1 が斜辺、斜辺が共通で等しい、そして他の一辺が辺 O1 の半径で等しいということで合同ですね。すると中心角60度と出てましたので、ここの部分の角度がその半分、30度ということが分かります。30度ということが分かると、こちら90度直角ですので、残りが60度、つまり1対2対ルート3の特殊な三角形となります。このことから円 O1 の半径 R1 と置いたんですけれど、斜辺部分が1対2ということで、2倍の長さ、 R1 の2倍で 2R1 であるということが分かります。同じことをここでもやってみたいと思います。青い三角形でも円 O2 の半径を R2 とすると、斜辺部分は2倍になるので 2R2 と表せます。そして一番最初に引いた補助線、この長さを R1 と R2 を使って表してみたいと思います。まずこの部分がたった今求めました斜辺部分 2R2、 そしてこの部分は円 O2 の半径なので R2、そしてここから残り端っこまでは円 O1 の直径です。半径を R1 としたので 2R1 となります。3つを足すと、結局これはこの扇形の半径と同じ長さ9となりますので、このような式になります。もう一つ式を作るんですが、次は O から O1 までの長さを表します。2R2 足す R2 足す、ここ半径ですので R1 イコール OO1 となります。そして OO1 は斜辺部分でしたので、半径の2倍 2R1 であるということで、このように書き直します。この2つを連立方程式とみなして計算して R1、R2 を求めます。まず計算なんですけれど、2R2 足す R2 は 3R2 直します。下の式もここが 3R2、 そして R1 をあえて右の方に右辺に移行します。すると 3R2 イコール R1、 どちらにも 3R2 が出てきました。そしてイコール R1 ということで、上の式の 3R2 のところに R1 を代入します。するとこのような式になります。 R1 足す 2R1 イコール9、 ここは計算できますので、足し算をして 3R1 イコール9、 両辺を3で割って R1 イコール3となります。3を今度はここに代入しましょう。 3R2 イコール3、 3で割って R2 イコール1ということで、円 O1、O2 の半径がそれぞれ3と1であるということが分かりました。面積は πr2 で出ますので、それぞれ πr2 を計算して 9π と π というふうに出ます。これで準備が整いました。最後の計算をしていきます。扇形の面積が2分の 27π、 O1 の面積 9π、 O2 の面積 π でしたので、このような式になります。それぞれ計算を進めていきます。最終的には分数通分をして答え2分の 7π となります。いかがでしたか？
見てくれてありがとうございます。バイバーイ。